どうもこんにちは、ホッセルと申します。プレイステーション4で Days Gone 本編の初見プレイを難易度サバイバルで行っております。本日もご視聴ありがとうございます。どうぞごゆっくりお楽しみくださいね。前回サラが洞窟に幽閉されて民兵に対しての不信感がどんどん募っていくようなこの状況、そしてことギャレット君の言い分を聞くというところから今日始めるって確か申し上げていたと思うんだけど、まあ演説を聞こうか。例によって首吊りのところまでね、行ってお話をお伺いしましょう。言い訳を。俺の妻が洞窟に閉じ込められた言い訳を聞こうか。彼から。あれどこだっけ？あ、ここだね。敵か味方かよくわかんないよね、この民兵の人たち。クーリ君が指輪つけてたりとかさ。私はここに立ち、ヒメネス大尉の死を悼んだ。大切な医師であり、私の友だった。ドックを殺したのは、人間のクズである薬物中毒者だ。快楽を得たいという、ただそれだけの理由でドックを殺した。ただドックが薬物の前に立ち塞がったという理由だけで、このようなことを繰り返さないよう対策を取った。安全のためウィティカー少尉とイーバー少尉をアークに移し、24時間体制で保護監視下に置く。皆に通知する。高度な訓練を受け、代わりの引かない貴重な人材、技師、医学の心得のある者などは任務から外し、戦いが終わるまではアークにとどまってもらう。これより特別な指示を受けた者、あるいは私の許可を得た者たち以外はアークに入ることを禁ずる。例外は一切認めない。私は理解した。そう、我々の敵はフリーカーどもではない。奴らよりも堕落し罪人となった人類こそが我々の真の敵なのだ。常に周りの者に注意せよ。人間は悪に満ちている。以上だ。登れない。あれ、演説終わったけれどもイベント終わらなくね。以上だって言ったらイベント終わりだよね。離れていいかな。経験値もらえてないけど俺まだ。またこれバグか。スキップしてみるか。ああ、無事もらえた。よかったよかった。なんでイベント終わらなかったんだろうね。まあ、ともあれ、彼のね、演説している時の身振り手振りはどうにかならないものか。本日はね、この毒人参を手に入れるというのをやっていこうかなと思います。道中長いので、特にイベントなければ例によってカットしながら進んでいくことになると思います。では、移動開始しますね。しろ。セント・ジョン、どうしたんだ。ずっと連絡が取れなかった。電源を切ってたんだ。頼みがある。何？前にサラの情報をくれたよ。見つけたんだ、オブライアン。生きてた。それはすごい。そんなことは。ああ、それでだな。生きてはいたんだが、民兵の奴らのキャンプに拘束されてて動けない状態だ。よし、ガソリンだ。別に同情してくれって言ってるわけじゃない。ある場所に閉じ込められて手が出せない。救出を手伝ってほしい。そんなことできるわけ。いや待てよ。分かった。でもその前に頼みがある。言ってくれ。何
でもやる。無線を切らないでおいてくれ。連絡する。ああ、わかった。オブライアン、アクス。結局オブライアン君に協力を仰いで幽閉されているサラを救出するっていうことか。やはり信頼ねえな、ギャレット大佐。はい、セント・ジョーですよ。オブライアン、今までどこにいたんだ。今座標を送ったからそこだよ。今までどこにいたんだって言ってるけど、今の今なんだけど、連絡が。勝手なやつだな。で、彼はどこにいるんだ。こんなところか、北東のあたり、オブライアンに会いに行く。これもメインストーリーだね。たくさんメインストーリーが出てきていて、何から潰していけばいいんだろう。セントジョン伍長、聞こえているか。安い早に、今度は大佐か、どうした。伍長か、また一人配信者が見つかってな。そいつはまたアナーキストか。またアナーキストですか。同じこと言ってんな。ああ、覚えてる。奴は拘束する寸前に逃走した。石積むのができない人だったよね。追跡者が下の方角で見失った。目撃地点は地図に記してる。生きたまま連れ戻せ。ここで何をしていたか引き出す必要がある。生け捕りつきだな、ギャレットタイパー。全力で追跡します。よし、湿地ってのは今は猫かぶっておいてやるよ。ここ草むらに例によってバイク加速して、じゃあ調べていってみようか。まずは近くにカラスの巣があるんだったよね。それを破壊しないといけないんだけど、以前この辺にあったカラスの巣全部破壊してるんだよね。というわけで何もないと思うんだけれども、一応警戒しながら進めていこう。あれ、ミッション追加されてなくね。まあいいわ。では行くぜ。毒人参ゲットに向けてこう進めていく男。まずはそっちか。 100m 先へ。スタミナはたくさんあるからね。ネロの注射器で最大まで強化してるから。ダッシュが得意な男、毒人参ゲット。あれ、ここじゃね。ああ、骸骨マーク出てんな。骸骨マークが出てるところが毒人参か。ここにもあったな。毒人参をもっと集めないとな。もっといるな。一気に2個手に入るからね。もう少し取っとくか。なんて言ったってスキルで強化してあるから。なんかいるわ。なんだあいつ、スウォーマーか。言った通りクライヤーだ。クライヤーって誰。あ、カラスのことか。カラスとも巣を焼けないとずっと攻撃される。まあいないけどね、先に焼き払ってるから。この近くだな。ゲット。十分だな。まあ一応自分用にも取っとくけどな。あれ、取れない。もう取れないんだよ。わかった。じゃあサラのところに戻ろう。わ、結構抜かれんでんな。アナゴンダとかいるんじゃねえの。怖いんだけど。ヘビのモンスターとかいたりすんのかな。爬虫類系。爬虫類系ってさ、全体的に嫌悪感があるものが多いから、ホラーゲームに出てくるクリーチャー同士はうってつけだよね。じゃあ戻ろう。これルートガイド戻ってるか。戻ってるね。よし、行こう。ウィーバーにも会わないといけないし、忙しいわ。やることたくさんあるわ。セントジョン伍長、とうとうブラックティーヨンに捕まったか。中性化する。雇たいフリーカーか。思いっきり殺し合い。そうだそうだ、俺は傍観者。見て見て、フリー助けもしないし助けられもしない。セントジョン伍長、聞こえているか。なんでしょ。了解。ああ、伍長か。また一人配信者が見つかってな。そいつはアナーキストのスパイ。アナーキストだらけだな。またアナーキストですか。ああ、覚えているな。奴は拘束する寸前に。え、これさっき聞いたメッセージじゃない。北の方角で見失った。目的地点は地図に記してる。北の方角で、ね、さっき聞いた後のセリフ。ここで何をしていたか聞き出す必要がある。アナーキストの目的も。全力で追跡します。それでこそ我が兵士。わかった、あれ。おっと、危ない。転ぶところだった。岩場はきついね。バイク乗りには。危ねえ。熱い抱擁をかまされるところだったわ、フリーガー君に。なんであんなところにいるのよ。
夜は水場に出てくるか。水飲みに来るんだね。まるで習性が動物と一緒だわ。本能で飲み生き抜くやから危ない。油断大敵。喋ってばっかりいるとこうなる。それが俺クオリティ。この綺麗に塗装したピンクのタンクに傷ついてないよね。大丈夫だよね。俺のバイクじゃん。こちらリッキー、ロストレイク、聞こえる？リッキー、どうした？リッキー、ブーザー、聞こえるか？ディーコンだ、応答しろ。どんなやつから連絡するんだ、モテモテディーコンくん。おっと、ごめんよ。ブーザー、リッキー。え、バイクか？アイアンバイクはどうした？ブーザーが元気ならよかった。一時期は肺血症で死にかけていたからね。腕は失ったけど、ワンちゃん連れて行ってから機嫌もいいしね。今度はクーリ君か。どれだけこき使う気なの。ミッション追加されてんだ。めっちゃたくさんミッションあるけどね、そこら中に。まあ、基本的に私の動画ではメインストーリーを進めていくっていうスタイルなんで、メインストーリーを攻めていこう。今はとりあえずサラの元へ戻って毒人参をお渡しするとか。ちゃんと手袋つけてね。俺もつけるから。扱いが難しい毒人参くん。これだけどクロスボウのボルトとかで毒ボルトとかってあんのかな。それ作れたりとかしたら面白いんだね、この毒人参使って。できそうだよね。フリーガーに聞くのかどうか謎だけど、その辺は。ここまで来てだいぶ強い武器が出揃ってきたから、ナパーム火炎瓶とかね、あとシカゴチョッパーもギアで変えたし、大軍と戦う力を手に入れることができたな。いよいよ大軍スレイヤーを消化していくときが来たのかもしれないね。サラのテントってどこだっけ。あ、今洞窟にいるんだったわ、アナグラの女。ちょうど今いい時間帯だし、呼ばいかけるか。それがいいわ。サラちゃんの元へ一気にダッシュで近づいていく男。この人は入室を許されているのかどうか。電飾ついてんな、なかなかいい部屋住んでんじゃねえか。毒味でもするか、止めないぞ。五丁、こっちよ。慎重に運んだでしょうね、猛毒よ。ああ、そう、慎重だった。なあ、計画がある。今は説明できないが、俺が次に来たらここを出るぞ、いいか。五丁。お礼はいらないんでしょ。ご苦労さん。うむうむ、日々の警備ご苦労。そのままそこで見守っていてくれたまえ。決して麻薬扱うな。え、さっき言ってたもの手に入ったんだけど。何なんだこれ、このゲーム。フラグを立てた男になってしまったな。で、次どこ行けばいいんだ。目的地に行くや分かっちゃいない。誰やればいいんだ。良い兵士じゃないよね。相棒の命。これサブイベントだね。アップルゲートピーク電波塔へ向かう。誰かいるのかな、相棒の命っていうだけあって。これちょっと攻めてみたいところだよね。他のメインストーリーを消化すると、これ消えちゃうことあるからね。けどまあ、時間が残ってるから、ウィーバーに会うか、ストーリー良い兵士。これ進めていきますよ。で、ウィーバーくんどこにいるんだっけ。ウィーバーのテントってどこだっけ。俺めちゃくちゃ方向音痴だからさ、全然わかんねえんだわ。こっちから洞窟出ればいいとか、めっちゃすぐそばじゃねえか。15メートルしか離れてないんだけど。あ、そういえばこちらの方も洞窟に幽閉されてるんだったね、今。よー、ウィーバー。頭のいい人、一体具だね。よく来たな。ようこそ、我が家へ。ああ、なかなかひどいな。俺の実験、失敗してたらどうなってたか。ああ、さらに奥の洞窟行きだな。ウィテカ少尉もあんまり喜んじゃいなかったってな。そうだな、何かいるものは。いや、今はいい。ああ、待てよ。
一つ頼みたいものがあった。聞こえるか？何を？そう、無音だ。大佐は音楽とかに興味がなくてな。そういう宗派なんだろう。違うだろう。待て、違うって。宗派とかじゃなくて大佐だからだろう。どうっていい。ああ、そうだな。とにかくここは静かすぎるんだ。何か聞きたい。とりあえず音楽だったら何だっていい。冗談か？俺真顔だろ。わかった。オッケー。なるほどね。MP3 プレイヤーを見つける。つうことは、リッパーが演説で流してるあの、わけわかんないアジテーションみたいな演説のやつ、あれどっかからかっぱらってこればいいんだよね。で、私どこに行けばいいの？オブライアン君のイベント進めると、これ消えちゃいそうだよね。つうことは、ウィーバー君のイベントをこなさないといけないんだけど、どこにあるの ?MP3 プレイヤーって。またバイクに乗って走り出せと。俺バイクどこ置いたっけ？ MP3 プレイヤーを見つけるか。このご時世そんなものが果たしてどこにあるのか。一旦とりあえずバイクに乗ってキャンプから出よう。そうすればすぐ連絡来るでしょ。どの辺にあるかどうか。まあ言ってしまえば自分で行けっていう感じだけどね。サラとウィーバー君は幽閉されているから仕方ないね。大佐にとって可愛い子たちだからね。彼らは待遇が全然違うわ。いますよ。ああ、電波が悪いがなんとか聞こえる。早く目的地追加してください。洞窟のせいだな。電波が入るだけで奇跡だな。あ、 MP3 プレイヤーの場所がわかる。ああそうか。で、どこだ？もう壊滅したが、ある大学の難民キャンプにいたんだ。大学？ここから東の97号線近くか。わかった。97号線。そうだな。確かカモノハシがマスコット。カモノハシや。そこに置いてきた荷物にプレイヤーがある。まあ行かないと。着いたら連絡くれ。じゃあもう向かってますよ。どこだ？そうか、わかったよ。くそ、ブレーカーだ。ブレーカー、まずい。で、場所は？はい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 、以前サラと訪れたとこね。わかった、ここへ向かうぜ。道それてんな。ブレイカーはあんまり、うん、あ、やばい、これやばいのでは。いってぇ、崖じゃねえか。どうなってんの。やばいな、こっち来るかな。道なりに進もう。ブレイカー君はまずい。彼は手足引きちぎられそうだわ。実際ビーカーの手足引きちぎってたからね。おお、怖い怖い。触らぬ神に畳だし。まあ相手は神じゃないけどね。この場をすぐに離れよう。道がよくわかんねえな、これ。戻ってね。あ、池に落ちたらまずいだろ。バイク一瞬で壊れるわ。エンジンがつかるともうどうしようもない。一気に放電しちゃうからね、バッテリーが。エンジンつってるのになんでバッテリーの話になるのか全然わけわかんないんだけど。まあ、とりあえずここはジャンプ。よいしょ。洞窟越えて97号線向かおう。危ない。こういう狭い道は運転慎重になっちゃうよね。通過ならないといけない、このゲーム。特に洞窟の中なんて、廃車がものすごいあるからね。どうしても。ゆっくり運転していかないとすぐ事故るから。気をつけて。よし、なんとか抜けれそうだね。俺バイクの運転上手くなってね。というのも、前回から今回にかけてね、ダウンロードコンテンツのドリフターランが配信された時期で、俺世界ランクの上位になっちゃったんだわ。すごくね。すごいって言って。バイクの運転はもうお手の物だな。最初の頃はどうやんだこれとか言ってたけど。ま、今はもう第一人者と言っても過言ではないね。もうすでにさっき事故ったことを忘れている男。かよ、つきしゅう。待ち伏せして。やりますね。あの、自爆してるんだけど。自爆営業か。とりあえず草むら。バイク行っちゃったな。お前らのせいだ。
痛い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 、死んじゃう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 、お亡くなりになるわ。撃たれる撃たれる撃たれる、やめて、弾もったいないからやめなさいって。茂みの中にいる。うん、知ってる。痛い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 、汚ねえぞ。隙を見計らって撃ち上がって、よし、フラッシュライトの明かりを目当てにゴールドで狙おう。丸見えだぜ。死ね。よし、あんな燃えた車をぶつけてくるような奴らもいるんだね。過激派か。恐ろしいや恐ろしいや。この世の中も本当に末だな。世も末男。包帯しっかりクラフトしといて、敵結構布を持ってるやつが多いよね。体力大丈夫かな？表示されない。本当にこれ未だによくわかんないんだよね。体力が表示されるかされないのかの条件が。サバイバルビジョンを発動したら体力表示されるようになってるんだけど、基本的には。なんでこれ定期的に体力表示されないんだろうね。謎だわ。謎しいよ。あ、スクラップあったかな？黒煙吹いてるわ。もう耐久力が間もなく限界か？一応回復チョコ。ガソリンも言うて限界だわ。よし。どっかにガソリンないかな？すごい、この車浮かんでるんだけど。空中浮遊してるんだけど。どっかの教祖様みたいなんだけど。勘弁してくんない？それ正直危ないネタだから、俺にそれを言わせるな。近くにガソリンスタンドあるな。寄っていく！危ねえ。あ、ここチェモーじゃね？チェモーじゃね？以前フリーガーの大軍倒してナパーム火炎瓶手に入れたところだ。ここ川があるんだよね。あ、橋あるわ、橋あるわ。こっちから行こう。ここは大軍全滅させてるから、フリーパスで給油ができると信じたい。わ、平和な小鳥の声が聞こえる。やっとだ。平穏を取り戻した男。しっかりとバイクにね、お食事をさせておいて。いいだろう。ウィーバー君には申し訳ないけど、もうちょっと待っててもらおう。では MP3 プレイヤーに向かって邁進していく男。なんであんなにさ、目的地の箇所がたくさん表示されてんの。あれ、なんか別の方向にルートガイド向かってるんだけど、通れないってことか。まあ一応道路があるから、ミニマップのガイド通りに進むのが安定だわ。ウェーバー着いたぞ。リーゴン、そうか、着いたか。前に俺がいたのは、ただここ大軍あるんだよね。大軍があるっていうか、いるか。おっと、ここ危ねえ。特徴はないか。全部同じに見えるんだ。ちょっと待ってくれよ。うわ、そんなところ行かないといけないの。旗が立ってたぞ。懐かしの星条旗だ。星条旗が立っているテントか。アメリカ万歳ってか。じゃあ探してみる。じゃあな。とりあえず大軍に追われてもすぐ逃げれるようにバイクは隠しておいて。星条旗か。どこだろう。ここの大軍ね、ネロの注入器をパクった時にえらい追いかけ回されて、バイク捨てて、ウィザード島まで戻ったわ、一回。プライベートでやってた時に。惨めな思いをしたわけですよ。大軍に追いかけられて、敗走する男。あったぞ、これだな。だがしかし、これはお留守なのでは、大軍が。で、どこ？このテントか。あれ？目的地の表示がすぐ消えちゃう。星条旗のあるテントってどこだ？国旗だ。まだあったか。どこ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 ？俺の目には全然見えない。すまねえけど。国旗！どこのテントのこと言ってんの？果たしてこのディーコン君は。セントジョン、頼むよ。俺を導いてくれ。国旗なんてどこにもないんだけど。いや、マジで。
物音聞こえるからね、周りから。瓶は取っとく。使える。俺にはこっちの方が重要だわ。あ、あれじゃね？あれだわ。立ってる立ってる。ここのテントだ。どこ？これか。あ、いいぞ。フラググレネードだったわ。で、これは消毒液でしょ？え、どこにあんのよ。全然ねえじゃねえか。あ、これか。おい、これだ。よっしゃ、ゲット。なんでここまでしなきゃいけないんだか。で、ウィーバーのところに戻ればいいんだろうけど、何事もなくミッションが終わるとは思えない。大群の存在もあるし、とっととこの場を離れよう。咀嚼音が聞こえるからね、すでに。バイクのところまでとっとと戻ろう。勝ったな、よし。ではこの場をとっととおさらば。これメインミッションでも大群いたりとかすることあんのかな。それだったら鬼畜仕様だよね。では門から丁寧に外へ出ていくと。お行儀よくね。あ、そっか、ここもすぐ戻れるところなんだったな、この岩場通って。いた。こっちだね。あれ？道違うな。道が違うわ。この岩もまず通るでしょ。あ、こっちか。こっちだったわ。うわ、ランナーだ。こういう回というか、まさかあんな岩肌にいるとは。まあ今少し開けたから恐れをなしてもう追いかけてくることはあるまい。彼とて命は惜しいだろうから給油していこう。よし、ガソリン。少しでも追加していく。それがこのデイズコーンにおけるセオリーだね。一回ガス欠になってる時にフリーガーの大群に追われてえらいことになったから、それ以降教訓としてしっかり油は入れておく。金になる。たとえ少なくても少しでも減ってる時点でね、ガソリンタンクとかガソリンスタンドを発見したら入れておいた方がいいですね。入れる時間とかもあるからさ、やっぱり入れてる時でも遠慮なくフリーガーは襲いかかってくるからね。ただいま、ビーバー君。開けオーバー。ちょっと、なんでもっと早く開けない家、人のせいにするとこ。また煙吹いてるんだけど、さっきも煙吹いてたよね。このバイクいつも煙吹いてんな。ひょっとして欠陥商品じゃね？リコールだわ、もうこれ。メーカーに来てもらわないと。他人になすりつけていくスタイル。この芝の中でも全開でアクセル回せたらよかったのにね。なんでこんなに徐行運転なの。お行儀良すぎるんだけど、ビーコン君。その割には人に近づいたら真横にダイブするんだね、こういう風に。あ、彼も今洞窟にいるんだったね、そういえば。サラと一緒に。サラと一緒に舐めてんのか。妬み全開の男。ではパシリを頼まれて戻ってきたぜ。あれ、洞窟ってどこから入るんだっけ。洞窟の入り口を忘れてしまったわ。このままバイクで入ることってできるのかな、洞窟に。マジで洞窟の入り口どこだっけ。あ、こっちか。危ない。ルートガイド表示されてんな。子供は突撃していこう。あら、入れねえわ。徒歩で入るしかないか。
さすがに排気ガスだらけになっちゃうからね。どうか。いや、うん、どうだった？これしかなかった。おお、これはいいじゃないか。ああ、最高だ。ほんと助かったよ。はいよ。ありがとうな。で、他に何かいるか？ウィーバー。まあ、行く。あ、もう行くのか？ほんといいやつだな。マブダチってやつだ。マブダチにされたな。まあ、ミッションタイトルがマブダチだから。あとちょっとでウィザードとの信頼度が上がるね。で、次は？ここか。そしたら、これは次回にしましょうか。他にあるミッションは、賞金稼ぎと、野党ハンターか。サブストーリーだね。この辺は動画収録外で実行していきます。では、本日ご視聴ありがとうございました。